新型コロナウイルス感染拡大の影響でテレワークになってしまった方のほとんどは、いわゆるテレワーク太りに悩まされています。運動の機会がなくなったので、ちょっと気になります。家にいたらね、つい目の前にあったら食べちゃうっていうか、もうずっと家で座ってると動かなくて食べちゃうから太っちゃうみたいな。今やコロナの二次的な健康被害とも言われているテレワーク太りですが、その解消に一役買っているチャイナパワーがあります。こちら中国式鍼灸治療専門店と書いてありますね。実は最近こちらにテレワーク太りを解消したいという方がたくさん訪れているとのことなので、伺ってみたいと思います。こんにちは、失礼します。テレワーク太りを解消したいという方って結構たくさん予約取られてますか？そうですね、まあ、予約表を見ていただければ分かるんですけど、このピンクがほとんどそういう患者さんですね。中国式施術がテレワーク太りに効果的な理由は何ですか？まず針を刺して、でそのズーンとした響きがまず脳に行きます。でその脳からいろんな臓器、まあ、筋肉だったりに影響するんですけども、満腹中枢っていうのが抑制されることが分かってます。それを使って針をして食べなくていいように針でセッティングします。もともとダイエットの針ではなかったんですよ。お腹の中身すっきりしたら腰痛、五十肩、便秘、生理痛とか頭痛とかそういったもの意外とすっきりします。なのでお腹の中を消すっていう作業はどんな治療でもそれをやるので、結果ダイエット針という形で広まったっていうことです。それでは実際に患者さんにお話を伺ってみようと思います。実際に通われてみて今効果とか感じてらっしゃいますか？体重は 8.6 キロ落ちました。 8.6 キロ、それはすごいですね。ここに来た時は暴飲暴食がすごくて食欲が止まらない感じだったんですけど、お試しで来た日からもうなんかその食欲がまず収まったのがすごく驚きで、やっぱ続けてるうちに今は少ない量で満足できるような感じの体になった気がするんですよね。女性で30代40代どうしても体型の変化が気になる方っていうのが多いですね。中国式の針って日本式の針とどのような違いがありますか？筋肉の方をメインにしてしまうので、東洋式って形になるとツボをメインで、ツボの効果を効かせていくっていう形になりますね。それではこちらの創設者の王先生にお話を伺いたいと思います。王先生、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。日本に来てて温泉旅館行ってて、まあ、全身マッサージしてもらって、まあ、ケアというは気持ちいいという、まあ、疲れを取るということで、とてもすごいなと思ってて、中国 の, その治療の手法を日本のケアの手法をちょっとマッチングしてて、今ようなやり方しておりましてね。家にいて簡単にできるような健康法みたいなのって何かありますかね？ありますよ。要するにリモートということで長い時間座ってましたので、いろんなやる体操ありますので、とても簡単で、ちょっと体験してみますか？あ、ぜひ教えてください。じゃあちょっとやりましょう。で、まあ、簡単第一ということで、はい、必ず座って椅子ありますので、椅子の背を持っていってスクワットをするということで、ちょっと深く90度までね、そう、スクワットをちょっと、はい、大体5回か10回ぐらいするということで一つ、はい、第2はずっとこの45度のエリアの中で仕事してるから、肩とか首とか眼精疲労もきましたので、まあ、そこで肩という首とか体操という話で、まず第一ね、手を伸ばす、肘を伸ばすきてね、あと指を開ける、はい、ね、それを左右後ろに回すようにすると、こう結構きてますので指を使って、はい、回したようにしててね、だから1、2、3、これで4、5で一つとします。だ、はい、大体、まあ、5セットから10セットをやるようにすればだいぶ違ってきますので、ぜひ体験してください。ありがとうございます。毎日実行してみたいと思います、はい。